おはようございます。本日は2022年12月6日火曜日、ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第6戦、アウェイセルティック戦ですね。初戦に敗れてます。なんですけど、グループリーグ最終節で、すでに10ポイントユナイテッドは得てるんで、決勝トーナメント進出は決まってるんですけど、1位通過するためには、ラチオがバイエルンと引き分け以下で、ユナイテッドセルティックに勝つことですね。ちょっとユナイテッドセルティックに勝って、1位トップを狙いたいですね。はい。やっていきますか。セルティックか。ちょうど古橋亨梧選手が最近移籍しましたね。監督もマリノスのポストコグルー監督で。これいいか。いいな。このエンビでもいいな。この四つ葉のクローバーの。セルティックといえば一緒のクローバーだもんね。スペイン、ゴールキーパー、デヘア、ラード、メンジ、リンデフ、ショー、ファンデビーク、ポグバ、ジェームズ、ブルーノ・フェルナンデス、ラッシュフォード、アントプーマ。グリーンウッドじゃなくて、ジェームズ使ってきましたね。セブがリシャルリソン、マクトミネ、ヘンダーソン、アレクステス、カバーニ、ウィリアムズ、アンドルス・ペレイラですね。じゃあやっていきますか。勝ちたいね。セルティック。スコットンの名門だもんね、セルティックって言ったら。よし。皆さんこんにちは。こちら。まもなく UEFA チャンピオンズリーググループステージ第6節が始まります。この試合、実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。福西さん、いよいよ最終節ですね。はい、グループステージも最後の試合になりました。やっぱいいね、チームによって状況は様々だと思いますが、今日もチャンピオンズリーグにふバさわイエしいルン試が来合たを期のか待しな、あていれまだす。な。今日の試合はセルティッ出クてない対もんマンチェね。スターユナイテッドのマッチアップです。出してもらえない試合でバイエルンに来たんですね。さあ、グーの得点。ジェームス、アンブレイク。メンジだね。さあ、チェンジディーガンセムです。セージックパークじゃないんだね。多分違うよね。セージックパークじゃないよね。収録されてないのかな。はい。セージックさんはこんな感じです。よし。身長でかいな。ハイキーズないよ、こんなの。今どこだ？今いる？相手は一番右に。僕は気がかかってきたね、最近。注目ですよ。主審はレオナルド・サン・ミラノさんですね。よろしくお願いします。すげえ、ユーネバ流れてる。セディックもユーネバを歌うもん、歌うもんね。ユーネバ流れてるよ、ユーネバを歌うもん。おー、いいね。天気いいよ。キッさあ、キックオフでクオす。ー。さあ、ゴ UEFA リ押チャし。ンピオンズリーグ、グ前ル回ープこのステーゴリ押ジし最点終検設節、定なんか、試合目がまして始きまよりました。う。あれか、ゴリ押しこしてのくグれ。ループもハイレベルシューなト。試合ばかりでしこたのこね。の。この最終節よにしよもしよ大し。いに期待しています。さあ、ポグさあ、バがユナイテッドのコーナーキックとなりました。はい。今、ク惜ロスしい。バーに当たった。思う。危入ってないなボい？ールでしたが、入んなここかっをした？のぎました。はい、落いち着や、いて対処しましたね。惜しいこのな、クロこのスヒッはディト。フェンスが処理します。入ってないか、あれ。オンゴールになるかと思ったけど、入ってないですね。
はい、ドニー・ファンデベーク、ブルーノ・フェルナンデス、いや、あー抜か、セルティックのスローイン、あ、ボールにテクノロジー入ってないか、あー、入ってない、うわー、ナイスプレイヤーの選手、ゴールラインテクノロジー作るのありがたいな、そのうち FI に VAR とか導入されたら教えてるな、クロスを上げたい、怖い、怖い、いいね、クロスは許しません、コーナーキックはセルティックです、前方に運びました、でサポートの選手がいます、いいところに出た、シュートを振り抜きましたがキーパーの正面です、さあライドジェネス、あのボールを奪ったのはマンチェスターユナイテッド、はい、ルーク・ショー、いいよ、マーカス・ラッシュフォード、はい、そう、いや、いけないか、タイラー、今日のマンチェスターユナイテッドは負けられないゲームです、力の差はあると思います、シーズンで寝たいから、ね、焦らなければ問題はないでしょうね、バイエルンとラチオの試合キックも来ないけど、ディフェンスの前に出た、セルティックバイエルンに抜けてるからね、あの勝ち最下位からね、見事なパス、できない、最高のゴールが出た、ね、しまったという様子を見せてますね、今の場面ですとそう思ってしまいますよね、おい、今 OK、 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 今 OK、 押しちゃった、ボールを奪いに来ました、シュアー、なんかここは押し出します、なんだユナイテッドのスローインで再開です、うん、うわボールを取った、あか、どこへ出すのでしょうか、いいです、タイラー、やばい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 、あ、来る、ディフェンスがボールをクリア、はい、ブルーノ・フェルナンデス、はい、マーカス・ラッシュフォード、マーカス・ラッシュフォード、今今勝負いけ、ファウル、よし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 、 PK PK、 OK 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 OK、 今が回ってこのように消せるよ、今やつもないけど、カードが出ましたね、 OK 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 OK、 イエローカードです、イエローカードでまだ助かりましたね、今外してる時もあるからな、怖いな、 PK、 ブルーのごめん、今に消してあげて、さあどうする、さあ止めた、うわあ、止めました、あーマジかー、読まれてたー、 PK 失敗、うわさーん、コグバ、うわさーん、ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第6節をお送りしています、シュート、ここでシュート、ちょっと正直なシュートでした、マジかー、外したかったですね、一気に来たな、いやー外しちゃったよ、ドニー・ファンデベーク、で行け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 、マンチェスター・ユナイテッドのボールになりました、はい、おー、ナイス、スライディング、マグレガー、はいはい、ドニー・ファンデベーク、ファンデベーク、あげた、あげて、やばい、やばいやばいやばい、ジェームズ・フォレスト、フォレスト、素晴らしいクロスだ、あれで、ここはキーパーのスーパーセーブ、じゃあ残り15分くらいか、
うまい。おお。合わせられるか。やばい。なんとかボールをクリアしました。さよなら。ゴーゴーゴー。タイヤ。攻めか。マグレガー。このプレーはオフサイドです。よし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 。前半のうちに1点決めたいけど。ドニー・ファンデベーク。さあ、ライド。ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドをえぐって中を見る。はい。いやー、でもか。ディフェンスしっかりとコースを潰しています。やばい、相手、相手。集中しています。やばい、やばいか。中盤でボールをカットしました。はい。テイラー。やばい。おお、ディフェンスナイス。コーナーを取りました、セルティック。あぶねえ。違う。やばい、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 いいね、すごいシーン。ブルーノ・フェルナンデス、そう、あー、やばい、やばい、マーカス・ラッシュフォード、はい、ターンブル、マグレガー、ボールを取りました。あるよ。さてどうする？今、おファール。なんか前半終わり。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。PK して帰ったのが痛かったな。これね。いやー。ディフェンは上手かったな。マカはこんな感じ。あれはラチオとワイの上手い状態だ。オッケーオッケー。勝てば1位通過だぞ。後半キックを。ウェファーチャンピオンズリーググループステージ最終節。後半のスタートです。長かったグループステージもあと45分。勝負の後半ですね。ジェームズ・フォレスト。いいよ。おい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 。おい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 や、ジェームズナイス。このパスはダメでした。通りません。ファンデベーク。やばい。やばい。ボールを奪ったのはマンチェスターユナイテッド。マーカス・ラッシュフォード。ボールが中盤でカットされました。やばい。やばい。見事なタックルです。はい。はい、いいよ、ほんま。オッケーオッケー、やるか。テイラー、やばい、セーティックペースだな。見事なクロス、やばい、うわうわ、ようやくシュートを得点へと結びつけました。好セーブを連発していただけに、キーパーは悔しいでしょう。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。狙いました。いやーやるな。交代で嫌なのを出し切って自らに流れを引き寄せたいところです。いやー、欲しい待望の先制点が入りました。クリアしたい。
イニエスタの遠隔入試ボールの足だ。 OK、 ボールを奪いました。さあどう組み立てるか、はい、マークを振り切った。頑張れ。守備が軽かったですね。ごめんなさい、声出せない。ビクトル・リンデレフ、ブルーノ・フェルナンデス、ブルーノゴール。はい、そう、いや、はい、セルティックにファールがあったようです。よし、いけ、マンチェスター、オッケー、オッケー、ブルーノ、ナイス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 、ダイビングヘッド、オッケー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 、キャプテン、素晴らしい、よし、ナイス、セットプレー、決めましたね、コグバが蹴って、頼りになります、ブルーノ、うわー、いいゴール、素晴らしい、さすがですね、素晴らしいよ、よく決めましたね、絶対に決めるという気持ちが伝わってくる、いやー、かっこいい、ダイビングヘッド。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ああ、もう、拍手、拍手。作ってね。よし、勝ち越そう。ターンブル。5分で追いついた。勝ち越せるよ。セットプレーから点決めたら嬉しいな。セルティック、予感がする形になってきた。やばい。変な予感、変な予感。ボールと人がここでシュート、危ねー、どうにもリードできません。ここもチャンスを逃しました。危なかったね。はい、あ、これはもったいない、ま、今ボールを失いました。危ない、危ない、って、あ、いいか、さあ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 、クリーンなタックル、はい、ボールを奪いました。大丈夫？ここば？ここば？オッケーオッケー。マーカス・ラッシュフォード。はい。はい。ポグバ。はい。もったいない形でボールを渡してしまいました。ターンブル。いい連携です。やばい。マグレガー。やばい。狙ってきた。オッケー、ディヘア。執念のセーブ。素晴らしいよ、ディヘア。ディアに救われてるな。選手の交代があるようです。両チームともに準備をしています。今どうしてようか、キンクにつないのに西アリスにつないのに、はい、やばい、 OK、 重い、重いよ、今どうしたのかって、重い、重い、シュート、重いよ、はい、もういけ、今、おいいね、うわ、勝ち目指してんな。マグレガー、よしよしよし、はいはいはい、パスをつないできましたがここで奪われました。いいよ、マグロ出ない、セルティックのスローイン、あ、さてった、サブの選手がピッチに向かいます。ターンブル、はい、いいよ、強い、体をうまく使います。さあ、フェーダー、ボールを取った、フェーダーゴー、何か、今、スタイル、スタイル、奪えるよ、奪えるよ、奪えるよ、ジェームズ・フォレスト、オリビエ・ヌチャム、うん、ああ、ファウルか、リンデレフがファウルを取られました。ファウル何？ファウル出るか、リンデレフにイエローカードが出ました。セットプレー怖い、はい、おお、打ってきた、いやこれはちょっとやってしまった感がありますか、罰が悪そうにしてますからね。見合いすぎない、選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。マンチェスターがサポーターも来てるね。残り10分ちょっとか、決めたいね。アンドリアス・ペレイラ、攻撃に移りたい。はい、ジェームズ・フォレスト。やばい。
やばい。ここはうまくボールを取りました。落ち着いて。落ち着きたい。いいね、カーブを見て。アルビアン・ライエティ、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。おお、カーブじゃないですか。クロスを狙ってきますか。クロスない。シュートだ。試合は同点のまま。ゴールを狙いましたが、ここは入りません。よし、セルティックに選手の交代が。セルティックまだ交代よかったんだ。さあ最後決めようぜ。まだまだ試合は予断を許しません。はい、アルビアン・アイティ。やばい、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 中山、やばい、やばい、うわ、危ねえ、最も惜しいシュートでした。危ない、重要な場面、決めきれませんでした。危ねえ、うわ、狙いは良かったですよ。うわ、うわ、危なかった、入るかと思った。ポジション取りが上手かったですね。はい、いいよ。今、今、今。さあ、ユナイテッドが徐々に押し込んできました。シュート。シュートを打ってきた。このシュートを弾いた。こういうの決めたい。こういうの決めたい。いけ、みんなで、みんなの力で決める。前に出しました。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ぶつかって、ぶつかって、向かって、ぶつかってなんだかった今。ボリビエ・ヌチャム。アンドレアス・ペレイラ。ユナイテッドが引き分けを狙っては、世界中のファンが首をかしげるでしょう。だって、その声が聞こえるのか。危ない場面でした。まだ2分、はい、まだまだ、まだ、ラスト危険でしたね。ラスト、いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。引き分けか。試合終了の本数が3度並びてきました。やっぱり痛かった。ごめん、先輩馬です。これは勝って終わりたかったな。セルティックに2位通過かな。有名ババが流れてるけど、いやー悔しい、悔しかったっすね。これはこれ何度も打つね。見とくか一応。うん、入ってない。ナイス、クリア。続できてる。あ、意外と高い。MVP はディヘア 8.0 ですね。いやー、マクトミニー低いな。ショート、ポグバが高いね。今の4番目か、じゃあ、チームの中で。ブルーの辺なんです。ブルーの 6.9 なの？番号決めたのに。ポグバはワンアシストもね。セルティックはこんな感じです。ゴール決めたエドワルドも 6.8 ですね。よし、いやーシュートスバイブタイトルな。いやー悔しい。2通過かこれ。見てみるか順位表。チャンピオンズリーググループステージ、どれだ、どれだ、これでやるのか。チャンピオンズリーググループ A がバイエルン、バイエルンが引き受けたから、ユナイテッド勝っていれば首位通過だったけど、まあしょうがない、こういう日もある。グループ A バイエルン、ユナイテッド、グループ B ドートムント、ビジャレアル、グループ C レバークーゼン、レバークーゼン、レバークーゼン1位通過か、すごいね。グループ D、ミラン、バルセロナ、トッテナムがグループ D が敗退ですね。グループ E がマンチェスター・シティとパリ・サンジェルマン、グループ F、チェルシー・インテル、グ
グループ G、リバプール、オリンピック・リヨン。グループ H、アトレティコ・ポルト、ナポリが敗退になってます。 EM も楽しみですね。じゃあ、見てみます。さあ、スパーズ戦選ばれるでしょうか。これ読んだね、この前。よし、スキズ変更ね、ウェストハム戦。はい、あ、選ばれてる、やった。で、それで次回はアウェイスパーズ戦ですね。どっちもホットスパースタジアムで、中3日だけど、出場したのに選ばれてますね。監督から信頼つかみ取ったかな、これは。うわ、1月すげえな、シティ、レスター、リバプールと続きますね。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回、スパーズ戦、難しい相手ですが、勝ちましょうか。ユナイテッド、順位が9位ユナイテッドですね。10位アーセナル、アーセナル抜いたか、それに。で、スパーズが首位。首位なの？しかも勝ち点5も続けて、結構、話してますね、シティを。ちょっと首位がスパーズ相手に勝ちたいですね。というわけで、ご視聴いただきました。次回、勝ちましょう。PK 失敗ごめんなさい。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。